ばい、間違えて寝ちゃった。話し会じゃないや、ショールーム予約したから寝ないようにしようと思ってたのに気づいたら寝てた。こんばんは。から口入れの色がないです、寝てたので。こんばんは。今日は星のピンをつけました。こんばんはです。さっきはお話し会ありがとうございました。たくさん忘れ物をしちゃいました、会場に。あのなんだっけ、メイクポーチも忘れちゃったし、いただいたお菓子もいただいちゃいました。忘れ物です。今日はありがとうございました。メイクポーチ忘れちゃったの結構痛いんですよね。今日も楽しかったです。どこに置いてきちゃったんだかわかんない。あ、会場のとこかな。誰かが届けてくれる。そう、届けてもらうように頼みました。顔がまだ寝てますねって言われちゃった。ごめんなさい、あのなんかちょっとまだ寝てるかも。そんなことないですよ。え、お菓子、そう、チョコレートのお菓子さ、もうショック、食べたかったのに、食べたかったのに忘れちゃって1個しか食べれてないです。ショックです。そう、どうしよう、寝ちゃったからさ、顔がちょっとぼやぼやしちゃう。そのうち目覚めるよ。今日の洋服は青のカーディガン着ました。今日はカーディガン着て、大きな襟ついた古着屋さんで買った白い襟付きのやつ、ブラウスを中に着ました。あとはチェックのスカートを下に履いてるんですけど、ちょっと見せられないから、まあまたいつか。でも履きますね。あ、これは違います、これはお布団なんです。ピンもつけました。なんか星様の形してます、このピン。かわいい、この前買いました。とみちさん、今日は過去一かわいかったよね。え、本当ですか。過去一、そんなにハードル上げちゃうんですか。過去一ですか。なんかいつもかわいくないみたいやな。でも嬉しい、ありがとう。青です、今日は。青はいいですね、なんか爽やかって感じで。お布団入ってます。お布団入ってるわけじゃない、なんか寒いからかけてるの。許してください、寒いんです、今めっちゃ。佐野子さん、サンキューアリエチとユーナさんに絞れば OK だ。え、なんで、一人で十分じゃないですか。まあ一人でいいじゃないですか。おいでます、元気さん。1月8日北斎申し込みました。12月23日クリスマスライブ元旦。えー、すごい、全部来るの、すごくない、嬉しい、ありがとう。いつもね、リアのペンライト
振ってくれて本当に嬉しいです、ありがとう。クリスマスライブも楽しみ、頼みますクリスマスライブ来れる方はどれくらいいるんだろう、結構来れるんかなクリスマスライブは。じゃあもう布団つらんようにしよう、こいつ怠けてるやつみたいオッチーです。ちょっと寝ちゃってたから頭がボサボサかも トトミちゃんずっと可愛さが上がってるってこと、あ、本当に嬉しい嬉しいです。マッチさん池の化粧たくさんありがとう。あ、そうなんですよ、8日ね一部二部自分たちが出ます。びっくりびっくりいちびっくりいちナピちゃんエリカワーチ嬉しい、ナピちゃん好きそう、こういうなんかそういう感じの洋服でも好きだけど可愛いよね、ありがとうさなこさん一人でございますか、なんで一人ダメなんですか一人じゃダメなんですか。この前いつだっけ、昨日かな、リエチに首ったけってタグがついてるのにリエじゃない人の写真が出てきた、びっくりいちとみちさん関東めっちゃ暑かった、半袖で落ちた、本当にそんなに、こんな12月なのに半袖でいってなかなかあったかいね、すごいいいですね。でも南光さん行きます、本当ですか、すごい、クリスマスコンサート来てくれるの、クリスマスライブか来てくれるの嬉しいリーチのペンライト振ってくれてもいいんですよ全然ビンゴの神さん、サナコイコールチョロマクマでチョロチョロが大好きなんですね大ちゃんさん結婚して、じゃあお部屋の掃除全部してくれたらいいよまさぴょんさん、あ、くまちゃんありがとう、水色くまちゃんありがとうかわっちいです、ありがとう、びっくりえちまさみさんリエチにリエチューに夢中、それはちょっと真偽ですよそれは真偽ですよ。のんたんさんクリスマスボックスありがとう、雪の化粧もたくさんありがとう。南光さん2公演は体力大丈夫かなって、でもさ瀬戸内ツアーとか2公演ずつやってたからどうなんだろう、なんとかって感じ大丈夫なんじゃないかな、分かんないですけどじゃあもうリエチ2公演目体力限界で途中で出てっちゃうかも熊野っぽさん関東は南風が吹いて20度超えます、そうなんだ、すごい、なんかあったかそう、20度超えると結構あったかいね。ビンゴの感じ、佐野子さんと仲間たちのポスト、そうそうやって人のね、人のハッシュタグ使って遊ぶんですよ、よろしくないやばい、あの口がめっちゃ乾燥してる、今喉乾いた
ペンライト青かける桃だったかなって、赤かけるピンクでいいんですけどね、赤かけるピンクでもいいんですよ。髪飾り、あ、これは何、今日もつけてましたよ、星のやつ、ビンゴの神さん、妖怪の光るボードの出し方について真剣に検討してますって。なんでそうなの、だってさ一人しか押してなかったらそんな検討する必要なんてないのに、大変ですね、自分で自分を苦しめて。あ、くまりパパさん、プレゼントありがとう。どうだった？当たりでした？ハズレでした？あ、ハズレなの？これ。ハズレなんだ。当たりに見えてハズレでした。なかなかこのギフト見るの3回目ぐらいだけど、まだ今のとこ当たりが出てない。難しいんだね。でもあのハロウィンの時のさ、やつの時、あの方がさ、めっちゃ難しかったイメージ。あきさん、たくさん雪の結晶ありがとう。喉かいてもりえちゃんジュースいらない。確かに確かに、まあ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 、ビンゴの神さん、8日は2公演なんで半分ずつ倒すということでいいですかね。あ、うわ、なんでそういうとこでさ頭使ってくるんですか。そういうとこで頭使わないでくださいよ。確かにそれが誰も傷つかない素敵な方法ですね。まあもういいよ、もう勝手にしてください。もう勝手にしてくださいよ。ルパンさん、高松神戸連続、確かに瀬戸内さんの時はね2日間連続で2公演ずつだったもんね。おいでます元気さん、プレゼントたくさんありがとう。栃木の再来年の外出に行きます。え、本当ですか、明けましておめでとうしましょうね、ありがとう。洗濯物溜まってそう。嘘、昨日回しました洗濯物。でもなんか浴室乾燥をよくするんです、浴室乾燥でやるんだけど、ちょっと昨日は乾ききんなかったんよね、浴室乾燥4時間かけてやったんだけど4時間じゃ乾かなかったから、またかけましたけど、外干ししたいんだけどね。一時期カメムシが大量発生してたじゃないですか、外に。だからそのカメムシが発生して以来、なんか外に干すのが怖くって、なんか外に干してカメムシが入ってきたらって思うと、もう外干しできんくなった。今まで全然外に干してたんですけど、そのカメムシ大量発生事件があってからちょっと外に干すの怖いです。誰ですかカメムシ。マッツさん、プレゼントありがとう。これは、また外れなの。厳しい、そろそろ当たりが見たい。ありがとうマッツさん。マルさん、可愛らしいお洋服、本当に今日は襟がついてる可愛いお洋服です。お洋服、新しい服が欲しい。なんか服っていくらあっても足りないです。シルバーさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして、 ST48 3期研究生の藤井理恵です。ゆっくりしてってください。バリーさん、あ、なんだっけこれ。プレゼントありがとう。またこちらもまた外れなんですね。もう当たりは、当たりってどうなるの逆に。
どうなったら当たりなんですか。ありがとう。ね、何が当たりなのか分からんよね。リアもだって当たりに見えるもん、毎回当たりに見えるけど当たりじゃ、言葉がいっぱい出てこなくて今困ってるんだけど、ちょっとなんか言葉が出てこないです。サンタさん今日の服かわいい、ありがとう。着る服なくて FAT シャツ、え、そうなの。私はえ、でもみんな FAT シャツは着たくて着てるんよ多分ね、分かんないけど。私も FAT シャツはたまに時々レッスンで着ます。いっぱい着て色走っちゃったりしちゃったら怖いから時々しか着れない。お願い話か、お弁当、あ、お弁当食べました。なんか今日はお弁当はなんかお魚のお弁当リーは食べたんですけど、もう一つケンタッキーがありました。ケンタッキーまた、あ、アピちゃん、クマさんありがとう。入れます、元気さん、プレゼントありがとう。ことごとくハズレなんですね。めっちゃ当たりに見えるのにハズレだからわかんない。でも T からしたら当たりなのでありがとう、当たりだよ。今度からこう言います、いやそれは当たりだよって。そうそうそう、なんかクリスマス、え、そうクリスマスのね、なんかお菓子の家の形をしたね、お菓子もいただいたんですけど、ちっちゃい箱に入ってた、あ、今日さっきメールで送ったやつなんですけど、そう写真撮って一個食べて、でその後お話ししてたんですよみんなと。そしたら帰る時間になって、で忘れてっちゃった。なんかメイクポーチも忘れちゃったし、もうちょっとまあ後で届けてもらえるからいいけど、ちょっとお菓子は忘れられちゃってる気がするからショックなのですよ。そうクリスマスバージョン、ケンタッキー、洗濯機じゃないです、ケンタッキーです、ケンタッキー。なんか一時期ねそんなにハマったわけじゃないか、マックじゃなくてケンタッキー派の時があった。ヤッシーさん1月8日申し込んだけど当たる気は、え、そうなの、どうなんだろう、1月8日当たるんじゃないですか、分かんない、だって同じメンバーしか出ないし、分かんない、どうなんだろう、ちょっとあんまり分かんないんですけど、どうですかね。でも会えたら嬉しいです、来てほしいですね。あーよくばレイチのペンライトなんか振ってくれればいいんじゃないかなって思ってます。素直素直。今日はお話し会でレイチのショールームがちょっといつもおでんの話しかしてないって言われたから。まあそれ事実なんですけどね、まあ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 確かにおでんの話ばっかりしてるのは事実なんですけど、おでんの話しかしてないからさって言われちゃったかな。だからちょっとねおでん以外の話もねしていきたいと思います。
まあなんかいつも今日リエのファンの方一人もいない気がするとか思いながら、割といつも誰かしらあのいらっしゃるので嬉しいんですけど。厳しい指摘、嘘。いやでも事実だしね。いや全然いいんですよ。じゃあどうせお話し会来てくれるってこと、リエのこと好きってことだし。いいんですよ、リエも好きだから。確かにね、おでんの話ばっかりしてるよ本当に。でも残念、今日はおでんは食べてないです。毎日おでんはもう終わりました。毎日おでんしてないですし、ちょっと今日でも何食べようかな、本当に今日は何食べるか考え中。食べ物しか勝たんでしょ。いやそうよ本当に。食べ物の話がリエも一番楽しいかも。いやそれは言い過ぎ。あ今日はそうですね、バチバチですね。まつげまつげ、前髪をね、ひーちゃんに、あこれもう何回目、本当にもうこれ何回目ってぐらい言ってるんだけど、その前髪を、ま、前髪、あそっか、前髪をひーちゃんにパッツンに切ってもらってから、めっちゃなんか個人的にいい感じでです。だからひーちゃんにいつも同じお礼をしてるんですよ。もうひーちゃんに切ってもらってからさ、本当にめっちゃいい感じなんだよね、ありがとうってひーちゃんに言って、したらもうそれ言うの3回目ぐらいだよって言われた。鏡を見るたびにひーちゃんに感謝してる。猫さん初お話し会、なんで初って言うんですか、初じゃないでしょう。インパク的さんは初かな、インパク的。ひーちゃんの名言ですね。大ちゃんさん雪だるまありがとう。8日は僕隊初の休日、あ確かに、え成人の日ですよね。全然成人じゃないんだけど、まあいいか。ん18って成人。ひーちゃんって、そうひーちゃんは浜田ひびきちゃんです。ユニゲみたいショールームにおでんのギフト。確かにおでんのギフトいいです、季節感があっていいと思います。やばい、ちょっと頭が寝ぼけてるよ。頭が寝ぼけてるんで起こしてください。ビンゴの神さん、下まつげ順調に育ってますね。あ順調です、下まつげめっちゃ、下まつげ順調です。まあ、ずっとあの毎日ちゃんとまつげ美容液塗ってるんで丈夫ですし長いです。コーヒー飲むと目覚める、そうなの。でもコーヒー飲めない、ちょっと甘いやつじゃないと飲めない。
ひとみちさん青似合うんじゃない、あ、ほんと、もうずっと言ってくれますね、嬉しい、そうだよ青だよ、似合いますか、ちょっと STU だから青似合わないとねなんとなく STU なら青水色似合わないと困っちゃいますありがとう、手前のおばさん、なおみょんに可愛いって言われまくってるらしいじゃないかって、なんで知ってんのなんで知ってるんですか、あ、お話か言ったんですか、もしかしてそのあみょんはめっちゃ褒めてくれるんですよ、リエのこと、なんかめっちゃ不意にんふとした瞬間とかでも褒めてくれる、え、リエちかわいい、嬉しい、なおみょんめっちゃ可愛いって言ってくれる、リエのこと嬉しいです、なおみょんラビュー待ってさん、息の化粧たくさんありがとう息の化粧、今回は何があるんですか、なんかたくさん息の化粧いただいてますけど、今カフェラテ、カフェラテって甘いですか、じゃあ甘いのだったら飲めるんですけど、じゃあ苦いのはちょっと苦手ですあ、珍しい、本当に、うーん、確かに、うん、わかんない、でも好きな色赤だし、うん、何が言いたいんだろう配信できると話しかけて、そうなのね、ちょっとだってよくちょろちょろしてるから一旦かと思っちゃった、ごめんそうなんですよ、まあみょんはめっちゃ褒めてくれますね、あのリーチの顔が一番好きってナオミも言ってくれるんですよ、嬉しい、リーチの顔が一番好きって、じゃあナオミとは実はリーは結構深い付き合いなんですよね、オーディションの帰りに電車でお話ししたんです勝手に深い付き合いとか言っちゃうけど嬉しいです、ナオミありがとうなんですか、なんで名前変わってるんですか、リエチの配信面白いって、それは嘘ですね甘い、ちゃんとしたコメント送ってください、単語じゃなくて文章で送ってください名前が変わっちゃってカフェラテは甘いやつ、じゃあカフェラテなら飲めるんかな、カフェラテなら飲めそう、ちょっと飲んでみようかな、ミルクの甘さはあるよ、あと砂糖入れるか、あ、そっか、砂糖入れれば甘くなるか梨恵もさ、ノアミョンのダンスめっちゃ好きです、なんかやっぱノアミョンと梨紗子がダンスめちゃ上手だと思うんだけど、なんかノアミョンのダンスは上手なんだけど、なんて言うんだろう、なんかめっちゃ自分の見せ方があるダンスって感じで、すごいあのいいと思います、素敵ですさんこうさん、よく見て、よく見てますよ、でファンの方のことよく見てますよなあみょんと気が合うな、だってなんかうさんくさい言い方やな熊野坊さん、ちょろちょろじゃなくてフラフラ、フラフラ、わかった、じゃあ何が違うんですかちょろちょろとフラフラは何が違うんでしょうか
まあでもいいんですよ、熊根パパさんはだって別に楽しいっていうことはないから、ね、ちゃんとあのなんだっけ、他の子も好きだよってちゃんと言った上でリアのとこに来てくれるから許します。何が違うのかね。リュウジとちくわぶも気が合いそうってどういうこと。でもリュウとちくわぶは相思相愛だと思う。じゃあおでんの話すると怒られちゃうから。怒られちゃうわけじゃないです。おでんの話ばっかりしちゃうからダメだよ。おでんの話だと話の輪が広がっちゃうの。リュウは大好きなのね、ほんと正直者ですね。ディーチ当たり強すぎ。嘘、本当に良くない。それはちょっと優しくしよう。いや優しい、優しくなかったんかな今まで。ちょっと当たり強いらしいから、じゃあ今から優しくなります。今からリア優しくなるから、みんなに全然みんなに優しくするね。今から優しいからリアは。ピンゴの神さん、お許しが出るのでしょうか。いや今は優しいから何でも許します。どうぞご勝手に。キッチンさん、お鍋にしようだって。いいね、お鍋食べたい。なんかさ、お鍋にしようと思って、あの具材を切っておいてたんですよ。多分ね腐っちゃった気がする。じゃあ本当になんかさ腐らしちゃうんですよね最近すぐ。もう困っちゃう本当に、食べ物がすぐ腐っちゃいます。マッツさん25万でポイントでコーヒーチケット。スタバみたいなコーヒーチケットって、嬉しいね。でもスタバだったら嬉しいですが。カフェラテ甘いです。ちゃんとエスプレッソ、懐かしいそれ。中学校の時にやったわ。なんかどれが S でどれが V でどれが C とかさ、線引いてやりましたね。懐かしいですね。読んでスルーされた。嘘、何をスルーしたんだ。ディアは何をスルーしてました。お鍋にちくわぶ、お鍋とちくわぶって合うんですか。わかんない。ディア、あのいつもおでんとしてちくわぶ食べたこと以外ないから。お鍋に、でもお鍋に入れても合いそうじゃない。でディアのママはたまにトッポギをお鍋に入れます。やばい、本当になんかもうね喉が渇きすぎて口の水分がない。ちょっと水飲ませてください。すいませんね。あ、ちょっとお水が、よいしょ。ただいま戻りました。アメちゃん、アメちゃんないよ。
ご勝手になんてそんな切ないこと言わないで。だってもうディエが何を言ったって聞いてくれないじゃないですか。いつかの場面でちくわぶ鍋送って、あ、そうそうそう、なんかね、あのちくわぶはあのいちごのお家で、あー痛い、ちょっと指のお肉挟んじゃった、痛い、あのいちごのお家で食べました。なんかね、いちごのあのご両親がちくわぶをね、なんか送ってくれたらしくって、でずっとね、お互いちくわぶ食べたいって話してたから、いちごんちで鍋パお電波したんですよ。お電波、そうそう、お電波お電波したんですけど、その時にいちごからもらったちくわぶ美味しかった。もうやっと、もう久しぶりの再会でした、ちくわぶと。嬉しい。それ以降はあの食べれてないですけど、ちょっと一旦ね、いちごんちで食べれたんでよかったです。そう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 、ちくわぶだけ、ほんとちくわぶだけのやつを送ったじゃないですか、一回。そうなんですよ。そう、山梨から輸入したの。じゃあでも、ひなとおじさんダメだよ、だっておでんの話したらディエのルームから出ていっちゃうから、おでんじゃない話しないと。あ、どうしよう。岡田さん、レイチがコメント読む時の順番ってバラバラ、あ、わかんない、バラバラかもしんない、なんか行ったり来たりしてます、割といきなり戻ったりする。ごめん、ちゃんと全部読みますね、今から。普通でいた、冷やした、まあまあまあ、今回のキャンペーンはコンビニおでん食べ放題チケット、そんなのあったら無理、ほんと頑張っちゃう。クマネパパさん、調べたらちくわぶの唐揚げが出てきたんだけど、めっちゃ、そ、え、そんなのあんの、ちくわぶの唐揚げ、すごい、え、どんな食感なんですか。でも、え、カリッとしてるけど、なんかあのもちもちみたいな、え、すごい、なんかどんな感じなんですかね、ちょ、食べてみたいかも。でも自分でも作れそうじゃない、あ、でもちくわぶをゲットするのが大変なんだったわ。ちくわぶをね、輸入しないといけないんですよ、まずは。山梨から輸入ってなんか面白い、国産ちくわぶ。そうなん、なんかね、そう、結局おでんの話になっちゃう、ほんと困っちゃう、困っちゃう。青森の郷土料理にいちごに、え、そうなんだ、すごい、それ、いちごジャムと何が違うんですか。あと、今日は何が話題になってもいるよ、だって。今日は、いつもじゃないんですか。今日はって何ですか。いつもオツしか送ってこないからな。キッチンさん、順番を見取る側と受け取る側若干違うか。そうなんだ、一緒だと思ってた、違うのね。そう、てかね、ひーちゃんから、ひーちゃんからってか、あの黒髪でも眉マスカラした方がいいんだよって教えてもらって、眉マスカラを最近してるんですよ。黒髪だったら、まあ眉毛茶色で描けばさ、なんかそれっぽくなるかなと思ったんだけど、あの眉マスカラもした方がいいって教えてもらって、それ以降ちゃんと眉マスカラもしてるんですよ。どうですか、可愛いですか。
そうね、売ってるとこと売ってないとこあるよね。ちくわぶの穴、ちくわぶの穴ってどんな感じだったっけ。とみちさん厳選されてるからこちらも厳選しないとだって。あ、ちょっとじゃあちゃんと、いや初期初心を、ちょっと待ってね。ちょっとあの日本語が出てこなくて、なんか今寝ぼけてるんかな。あの初心に戻ってちゃんと〇〇さんなんとかかんとかかんとか、あなんとかなんですねみたいな感じに戻そうと思います。失礼いたしました。リンゴの神さん、コンビニのおでん専門家のデイさん、どこのコンビニのおでんが一番おすすめですか。いや、リエはファミマとローソンとセブンのおでんを食べたんですけど、自分的に一番おいしかったのはやっぱりセブンかなって感じです。なんかでもローソンは結構なんかちょっと独特な味がするかもしんない。ちょっと酸味強めって感じ。味が濃いんかな、ちょっと違いが結構分かりやすかったです。私はセブンが一番おすすめです。キッチンさん、こっちなら普通に言ってるね。そうよね、本当にそうなのよ。じゃあ中村さん、関西にも売ってる。そう、関西にも売ってないんですよね。本当に何、関東なんですか、それとも関東なんですか、それとも東日本なんですか。熊根パパさん、今度実家に帰ったら迫害して自分で自分勝手に。ね、ちょっと食べたいからね。人のせいじさん、今日初めましてできて嬉しかったです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。びっくりした、可愛かっためっちゃ。ありがとう、こちらこそ、また会いたいな。あ、可愛いもありがとう、嬉しい、ありがとう。クマネパパさん、若干コメントの表示順が変わる。あ、そうなんだ、全然知らなかった。みさみさ、雪の化粧たくさんありがとう。とみちさん、なんで今日はそんなに可愛いの。それは違うよ、とみちさんが今日の青い服着てるデイが好きなだけなんだよ。さすが美容師ね、ほんとね。みさみさん、ハートもありがとう。ゆうゆうさん、たくさんラブレターもありがとうございます。まず居酒屋のおつまみにちくわ天があるから、ちくわぶのちくわぶ天の穴にベーコン詰めれば美味しい。なんか美味しそう、わかんないけど、食べたことないけど美味しそう。でもそういうの魅力的よね、なんか。とみちさん、別にいつも通りでいいよ、だってなんかその笑顔はどういう笑顔なんですか。ルパンさん、クリスマスまでおでんか、クリスマスらしいもの食べたの。食べるよ、多分クリスマスチキンとか食べれたら。まあだってクリスマスディズニー行っちゃうしね。あー楽しすぎる、本当に。もうじゃクリスマス限定のご飯とかあるじゃないですか、ちょっと食べ尽くしたい本当に。でもなんかそういう時に限って意外とさ、なんかお腹すくの時間かかったりするんよね。おでんの違いが分かる女リエチ。大ちゃんさん、関東と広島でおでんの味付けは違うんでしょう。どうなんだろう、ちょっとそれは一旦関東に戻って食べてみるしか。埼玉県今気温20度。あ、そうなんだ。なんか結構暖かい？暖かいかな？暖かいか。うん。ルパンさん、クリスマスはチキンが食べたいです。チキン食べたい、めっちゃ。あのクリスマスのチキンが今めっちゃ食べたい。お肉食べたいです。チキン食べたい。うちのおでん専門家もセブンが一番って答えてた。その人ははんぺん、大根、卵。あ、そうなんだ、じゃあやっぱりセブンが一番美味しいんですよ。まっつん、息抜け賞たくさんありがとう。ふふ、
とみちさん、レースじゃなくて青い服が好きだったのか。え、そうなんですか。それはじゃあ青い服着てる人だったら誰でも好きってことになっちゃうよ。よくないよくない。ちょっと待って、青い服を着てるリーチが好きなんですよ。うんうん、練り物で作ったケーキ、それは美味しいんですか。困らない。え、めっちゃ混んでると思う。でもディズニーってコロナの時がめっちゃ入場制限してたから人が少なかっただけで、本来はもう聞き込みなもんじゃないですか、大体いつ行っても。だから、まあ、前に戻ったって思えば全然大丈夫です。あ、七面鳥って言うんかな、七面鳥、そう七面鳥みたいなあれだ、なんか分かんないけど、チキン食べたい。クリスマス、そう、夢の国行きます。わーい。まあいつ行くかは分かんないけどね、クリスマスディズニーの期間に行ってきます。イエイ。楽しみ。何のカチューシャつけようかな。あ、香川の羽根つき鳥、あ、食べたよ、めっちゃ美味しかった。研究生ツアーで香川に行った時にいただきました。めっちゃ美味しかったですよ。なんか親とひなみたいなやつ食べた。なんかちょっと残酷な名前ですね。美味しかったです。ちょっと食べました。みんなアイス食べてたんですよね。香川と兵庫のメンバーでご飯、夜ご飯食べに行って、みんなアイス食べてました。そう、ナープさんがめっちゃアイス食べてたんですよね。みんなアイスはたくさん食べた。なんか広島のなんてお出かけスポットを教えていただきたいです。めっちゃ急にだけど、広島にいる間もお出かけスポットがあれば。クリスマスにケーキ、あんまケーキ好きじゃないんですよね、リエ。ケーキよりもチキンが好き。とみちさん、毎日ディズニー行ってたらディズニー会えるなら、確かに絶対会えるよ、どっかしらで。埼玉に住んでた時よりも広島に来てからの方がディズニー行きたい欲がやばい。なんか今までは別になんかそんな今行く必要なかったじゃないですか、正直。なんか暇な日というか、まあ行きたい時に行けばいいみたいな感じだったけど、最近はもうこのタイミングで行かないともう次はまた行けなくなっちゃうからみたいな感じで帰省すると割とディズニーに行ってる気がします。ビンゴの神様、帰りお話会の時横通ったけど夢の国激混みだって。本当に。いやでも混んでるディズニーも全然好きなんで、待ち時間も苦じゃないんで私は大丈夫です。楽しみ、ワクワク。どっち派ですか、ユニバとディズニー。皆さん、リアは絶対にディズニー派だよ。あ、クリスマスマーケットも行きたかったね、行きたかった。そう、まあちょっとまあディズニー行きたいし、いいや。宮島の山登った。登ってない。ワンコ連れてけるの？
ワンコいたから登ってないわけじゃないけど。大ちゃんさん、雪見大福を見るたびに買うか迷うので後押ししてください。だってわ、買ってください。あのリエツのことを思い出しながら食べてください。あ、そうだ、明日の予定、自分明日の予定よくわかんないけど、明日お礼配信の続きしようかなって思ってるので、自分がもし心当たりがある方は心当たりがある方はぜひ聞いてください。でも言うて1位から5位の方をにお礼をするので、割とすぐ終わっちゃうかもしれないけど、お礼配信します。ユニさん、ユニバのアトラクションが楽しいだって。ああ、確かに絶叫得意な人はね、絶対ユニバの方が好きかも。きのこのかパパさん、今世界一受けたい授業リズン役で。そうなの？ちょっとそれは見たいかも。時間は何時頃がいいですか？なんかいつもさ、腕配信するとき時間に迷うんよね。時間何時頃がいいんですか？まあでも明日はもう日曜日だし、何時でもいいかなと思ったけど、何時頃がいいんだろう。ちょっと待って、南光さんまだやってたって何ですかその言い方は。ビンゴの神さん、未だに C ってない。え、 C もいいですよ。 C はソアリンがあるので、ソアリンを乗るだけで C に行く価値があると自分は思いました。普通にワンデーパスでこの前 C に行ったんですけど、夏かな、夏9月8月とかそれぐらいにワンデーパスで C 行ったんですけど、ソアリンをめっちゃ並んで乗ったんです。初ソアリンで、それが C 全然行かない人だったので、それが初ソアリンだったんですけど、もう最高でした。本当になんかもう本当にソアリンだけで行く価値があるってリア思った。もうそれぐらい本当に感動したんです。あの本当に素敵だった。もうちょっと待っててね。ただいま戻りました。失礼いたしました。でもしかして1時間ぐらいもう配信してたりする？あ、ちょうど今1時間経ったんか。ただいま。でもできる時にいっぱい配信したいから、ただいまです。おかえりエチ。しばらくお待ちください。ごめんなさい、なんかちょっと恥ずかしくなってきちゃった。磯田さん、ミラーボールありがとう。D がいない間に。D値に合わせる？嘘。でも明日はまつげ行きたいから
そうね、まあ7時いや6時7時ぐらいを目安にしようと思います。6、7時ぐらいでちょっと早めにしようかなと思ってんで、6時7時ぐらいでお待ちくださいね。ビンゴの神さん、寂しくて泣いちゃったなって、そうなの、かわいそう優しいリエチなんで慰めますなんかさ、ヒータン15分だったから見逃しはず。え、だってさっきリエにまだやってたんだって言ったからまだやってたんだって言ったじゃんかわいいでしょ、ありがとうルパンさん、かわいいでしょこれフフ白い壁、いい壁ですねあ、まさぴょんさん、クリスマスプレゼントありがとう。これは当たりかな、外れ、あ、外れなのね。いや、でもリエの愛があれば当たりだよ何言ってんだろう、本当にちょっと意味わかんないこと言っちゃった。ありがとうございます、まさぴょんさんおいでます、元気さん、明日も暑強めかな。嘘、なんかさ最近さめっちゃ暑って言うじゃんみんな、そんなにさ圧強いですか？もうちょっとあの不安になってきた。いやだってさ、ソアリンすごいなってずっとソアリン見ててコメ忘れてたって、うわ、リオよりもソアリンの方が大事なんか。そう、ソアリンめっちゃ綺麗なんですよ本当に。もう一回乗りたい、もう一回乗りたいけど、ただ C はね、 C はちょっとソアリン以外ね乗れるものがないわけじゃないんだけど、絶叫が私あんま得意じゃないんで、まあ、ターテラなんか絶対乗りたくないし、まあ、セントオブジアースは、まあ、乗りたくないけど、乗りたくないですね、乗りたくないけど乗ったことあるけどって感じなんで、あんまり乗れるアトラクションがねだからリエは考えたんですよ、C を楽しむ、自分がね C をめっちゃ有意義に楽しむ方法を考えたんですから、夕方から入れるチケットあったじゃないですか、ウィークナイトみたいな、今ウィークナイトあんのかな、ウィークナイトで入ってショーとかソアリンとかを、ソアリンに乗ってショーを見て帰ってくればいいんじゃないかっていう、でソアリンを並んでる間にたくさん食べ物をその間に食べればいいんじゃないかなって思ったんですよそう、でもソアリンはなんか私は初めてこの前に乗って1回しかまだ乗ってないから分かんないんだけど、私真ん中だったんですよ、ソアリン乗った席が、で真ん中がめっちゃいいらしくって、そうだから他の視点から見たやつは分かんないんだけど、とりあえず真ん中がいいらしいです、ソアリンは一番前の列の真ん中がめっちゃいいらしい、リエは一番前の列の真ん中でした、最高インゴの神さん、ついでに今日なんかその多分言いたい名前は分かるんだけど、丸にされるとちょっとなんか読んじゃいけない感がそんなに詰められたのね、慰めてください、もうだってもうデイが優しくしたって、デイが圧をかけたって、
変わらないじゃないですか、ビンゴの神さんの気持ちは。よしぎゃきさん結婚してだって、 ADH 楽しじゃないからやだ。人のしゅうじさん、りえちゃんの圧は弱いよ。あ、本当ですか、なんだ。お寿司食べたい。せいなくもさん、いい意味で強い。あ、そうなんだ。あ、ちょっとよくわかんなくなっちゃった。確かにみんな面白がってるんだけど、それは結構あると思う。なんかさ、圧って何かな。絶叫乗れないリエチ、かわいい。嘘だって、絶叫はちょっとリエも克服したいと思ったんですよ。多分乗れた方が絶対楽しめるじゃないですか、ディズニーをもっと。だけどね、ちょっとね、私はちょっとスペースマウンテンで限界かな。でもあれぐらいだったらちょっと乗った方が楽しめる気がする、スペースぐらいなら。翔太さん、 C は船から夜景見て黄昏れるのが醍醐味。あー、確かに C はマジで綺麗よね。当時さん、瀬戸物前のギリシャの柱みたいなやつだけで5分は潰せるだって。ちょっと待って、どれ。でも後で見よう、もう一回。そう、でもなんかあのソアリンで、あのなんかアラジンが住んでそうな建物が出てくるんですよ。こういうなんかモヨンモヨンみたいなやつも、こんなこのムニョンってした感じのお城みたいなやつが出てきて、それとなんかシンデレラ城の元になったお城みたいのが出てくるんですよ、確か。Dの記憶が合ってれば、それがめっちゃ素敵だった。突き放し系の圧はじわじわ効いてくるんや。そうなの。だってリエもなんかなんて声かけてあげればいいのか分かんなくなっちゃった。パンサ、そういえば来年できる新しいエリア、2万円以上、2万円でも新しいエリアできるよね、楽しみです。リエはピーターパンのやつが楽しみ。あ、でもピーターパン、うん、ピーターパンが一番楽しみなんですよね、割と。どんな感じなの。どうぞ。レースの圧すごくて用意してた話1秒もできなかった、また来ます。嘘、お話用意してくれてたの。そうなの、言ってくれればよかったのに。ちょっと話したいことあるん、あるよねって言ってくれればよかったのに。ごめん、ちょっとそれはちょっと申し訳って感じです。じゃあまた来て。そんなに圧強かったですか。圧強く、圧強い、嘘。それはだって平田おじさんが悪いじゃん。ヤンシーアイクさん、だからリエツの前ではリエツ倒しだから、そうね、じゃあもうぶり返しません。リンゴの神さん、初めてシーンに行くことになったらリエツに相談する。うん、とりあえずソアリに乗りましょうって感じ。やばい、なんか全然喉乾く、喉乾ってか口が乾きます。今日はお魚のお弁当だったんですけど、リエが好きなお魚じゃなかった。なんか今めっちゃあのいろんな、なんて言うんだろう、なんか甘いものが食べたい。甘いものが食べたい気分です。ダイスハートさん、ラブレターたくさんありがとう。そう、あのね、なんだっけ、最近世界のお城を見ることにハマってます。でも名前が全然覚えられないんですけど、あの
世界には素敵な場所がたくさんあるんだなって一人で幸せな気分になってます。おいしまし、デートの後を感じる人はまだまだ話し会話し会足りないっていっぱい話したら愛に感じるはず。いやそうですよね、本当にそうですよ。そう、愛があってこその圧なんですからね。嬉しいです、リエの本当の気持ちを分かってくれる方がいてそうだよ本当に、でも本当にその通りですよ。お洋服かわいいよね、ありがとう。今日は青のカーディガン着ましたよ。ふふ、ナビちゃんヘアクセもつけてるの、顔小すぎるって嬉しい。お星様つけた、あれずれちゃった今日は星つけたよん。いっぱい話をいっぱい話をすれば解決するのかなってそうだよそうだよ、うん南光さんはまだリエとお話し足りないかな。ビンゴの神さん、日本のお城巡って、確かにリエとおそろっちですね。海外のお城もあるんですかね、御朱印みたいなの。御朱印この前1個増えました。どこに行ったかは秘密ですが、まだ今度発表しようと思います。でも1個増えたんですよ、嬉しい。シャイサートさん、今日お話がお疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様待って、どういうこと、レイチといっぱい話して天国に行きますって、どういうことですか。天国行かないでくださいよ、ちょっと天国に行きますって、そのびっくりしちゃった本当に、もうにも話したい面がいるので諦めましたって、え、諦めちゃうの、諦めないでくださいよ、愛が足りないですね。私は早く仲良くなれるように話し会通いたいなって、嬉しい、たくさん通ってください。ライブさん行きの決勝たくさんありがとう。なんでみんな他のメンバーの人の名前丸にするの。そうそう、新しくね御朱印をいただいゲットしたんだけど、ちょっと今度また伝えようと思います。まだ今は秘密です。そう、でもあのファンの方には有名なんじゃないかなって思います。わかんない、どうだろう、普通に有名なところかも。やばい、コンタクトがカピカピする、目がちょっとしばしばって感じ。福岡でも御朱印ゲット、え、そうなんですか、すごい、めっちゃ巡りましたね。どこ行ったんですか、福岡、福岡の御朱印どこ行ったんですか。いい趣味。
甘口さん、海外は夜勤。そうなんだ。へえ、どんな感じなんだろう。後で見てみよっかな。気になる。ちょっと今日の話し会に行ってない。論外じゃないですよ、論外じゃないですよ。全然だって来たじゃないですか、この前。だからっていうのことを少しでも好きということで平尾さん、3期の抱き枕。ねえ、びっくりした。抱き枕カバーびっくりしたんですけど、私。すごいよね、そんなものが。抱き枕カバーでもめっちゃちょっと貴族なお値段してた。貴族なお値段してたんですけど、抱き枕カバーあれみんな買うんですか笑っちゃった。ごめん、じゃあ本当にごめんなさい。変な意味じゃないです。ちょっと笑っちゃった。デイチにそんな趣味があったら、あ、デイチそんな趣味ありますよ。てかね、家族がお母さんがそういうお寺とか神社とかお城とか大好きなんで、よく行ってたんですけど、最初はあんま興味なかったんですけどね。理由もだんだん興味が出てきちゃいました。ウィンガの神さん、福岡駅の屋上の鉄道神社。そんなのあるんだ、初めて聞いた。福岡駅なりリエチも行けそうなのね。最近自分のことリエチって呼んじゃうんだよね。ちょっと嫌だな、やめよう。私とか DAD、 リエチ、自分のことリエチって変だ栗美さん、御朱印やってるんよ。そうなんですよ、集めてます。まだ割と最近集め始めたのであれなんですけどね。デイちゃんの抱き枕いい夢見れそう。本当に圧かけてるかもよ、またなんかおさんドキドキして寝られない。よね、私も思った。抱き枕カバーなんかあったらドキドキして寝れないよね。すごい、ちょっと攻めたグッズですねじゃあ自分はさ、自分はカスミンのものだからカスミンしか言わないから、自分はもう本当に。じゃあなんだっけ、でも前なんかその自分、カスミンが自分って言うじゃないですか。それでさ、めっちゃ面白いコメントがあったんですよね。なんだっけ、でも思い出せない。めっちゃ面白かったんですよ、でもそのコメントが。誰が言ってくれたコメントだっけな。でもめっちゃ面白かったんですよね、本当に。思い出せなくてつらい。なんだっけ、あ、そうか、ハッシュタグか。そうでした、ハッシュタグですね。ハッシュタグな気がします。なんかみんな
え、なんだっけ、どういう話からそうなったんだろう。そう、必殺技の、そうそうそう、そう、リーも必殺技覚えてた、必殺技、そう、なんだっけ、多分リーだったらリーチに首ったけみたいな感じの、そう、え、そうだよね、そんな感じでしたよね。でカスミンが走ってる自分そうだ、思い出したそう、本当に面白かったんですよね、ちょっと思い出しちゃったよそう、それが面白かったんですよ思い出しましたそうでした、そうでした、それが面白かったんですよカスミンね、カスミンが自分のこと自分って言うから、なんかだんだんリエも映ってきちゃって、自分がリエもたまに自分って言いそう、いなんか言っちゃう、ピンゴの神さん、リエチとユナちゃんの抱き枕に囲まれたら悪夢しか見ない、悪夢じゃない、幸せな夢が見れますよきっとあ、でも結構自分の名前、あだ名とか、あの名前で呼ぶ子多いかも。なんか普通だったらもうこの年で自分のこと DAA とか DHE とか言ってたら何こいつってなるじゃないですか。だけど割と自分のこと名前で呼ぶ子多い気がする。D はほら今 D はって、でなんか小学生の時にずっと、小学2年生とくらいまで DADA って自分のこと言ってたんですけど、あのママに私って言った方がいいよって言われて私に変わったんですけど、中学生になってまた DA に戻っちゃいましたふふふ、今は完全に DA です。当時さん、あ、名前戻ってるじゃん、デイチの配信面白いじゃないのわし映ってほしいんだけどって、え、絶対映らん、自信ある、ストレートヘアかわいい、ありがとう。そう、必殺技自分ね、いや面白い、結局カスミンのハッシュタグは何なんだろうね、これ自分採用されないですかね、ハッシュタグ自分ちょっと採用していただきたいです。ね、リエが一番しっくりくるよね。まあでも本当だったら私っていうのがいいんだろうけどね。雪の化粧ありがとう。だってもう私18歳ですよ、18歳なのに自分のことリエって呼んでるとか、子供やなって、自分浸透しないそうなの、まあね、ちょっとね、ちょっとなかなかね、私からしたら浸透してほしいですけどね、ハッシュタグ自分が、シベリアンハスキーを飼いたいんですよね、それが将来の夢です、シベリアンハスキーを飼いたい。アイドルはリエチ呼びようだって、ちょっとでもリエチはーとか言って、え、リエチはーってなんかちょっとちょっと嫌かななべちゃん、私だって一人称名前の時あるから大丈夫。そうなの、でもさ名前がさめっちゃ可愛いじゃん、だからさ言いたくなっちゃう、自分の名前リエもなべちゃんの名前だったら言いたくなっちゃう。あ、たおじさん、ゆうなの配信行ったから戻した、
なんで今日はリエの配信にずっといるって約束したじゃん、浮気者。自分ね、なかなかね、かすこのプロフィールにニックネーム自分追加しちゃう。え、かすみんってさ、ニックネーム何になってるんですか、今公式のやつ。かすみんになってるんですか。かすこもさ、かすこも公式にしていいぐらいじゃない。ねえ、自分でリーチはちょっとなんかね。自分でリーチって呼ぶ人は萌えゼリフがいっぱいやってそうなイメージ。やばい、チョコレートが食べたい。やっておじさん、18歳はまだまだ子供なんて。そっか、まあじゃあまだまだ反抗期でも許してくださいね。反抗期でも許していただけると嬉しいです。18歳まだ子供なんで。28歳でも未熟だけど子供ではない、大人のような子供のようなっていうぐらいだから。え、そうなの？28で？28歳はもう大人じゃない？拙者？拙者はちょっと噛んじゃいそう。ビンゴの神さん、一人称アフロに変える。ちょっと待って、今それ想像したら本当に笑いがこらえきれないんですけど。ちょっとそれでコメント送ってみてくださいよ。やばい。笑っちゃう、それは。それでお話し会とかに来られたらもう絶対笑っちゃうからやめてね。もうツボに入ってお話ができなくなっちゃう。面白いね、一人称。え、なんかね、学校の授業で一人称のやつやったんですよね。なんか一人称をできる限りいっぱいやってみ、あ、書いてみようみたいな、そんな授業した記憶がある。カスミンだけあるの？あ、そうなんだ。ちょっと自分とカスコ、いや、カスコは公式にしてもいいぐらい、割とみんなカスコよ。カスコと自分をぜひ追加してください。自分は自分はちょっとこれ何回も言うんだけどさ、自分っていうのは広島の方言だと思ってたんですよ。で、あ、広島の人はあの私じゃなくて自分って言うんかなと思って思ってた。お願い背中の小っぱ、ディズニー何の服着てこっかな。ちょっとリーチの配信見てたら一人称リエが映っちゃうから他のを見ないとね。なんて、なんでそういうこと言ってさ、リエの配信から出ていこうとするんですか。もう本当に良くない大人や。おいでます元気ちゃん。クリスマスライブ元旦公演1月8日、僕対公演会場変わるけどリエちゃんモチベ違ってくるのかな。え、ちょ待って、わかんない。え、そうなんですか。会場ちょ見てみよう。リエも今、じゃあ今見てみるね。どこでやるんですか。ちょっとあんまり、わわ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 、すごい、めっちゃ更新されてる今 LINE が。めっちゃ更新されてる。どこで、8日はどこでやるんですか。8日は、8日
8日、8日はクアトロ。え、1日はどこでやるんですか？1日、みんなで、あ、でもみんなで出るよね1日は。1日はどこだ？県民文化センター。あ、そうなんだ、本当だ。なるほどなるほど。ブルーライブ、ブルーライブはあれか、クリスマスライブですね確か。1月8日、まさか自分たちが出ると思ってなかった。ね、そう、すごかった、溜まってた通知が一気に更新されてたから、音が。くまねパパさん、会社でオッチェが出ちゃって部下にノリノリですね。確かにオッチェって返してくれたらノリノリかと思うよね。いいじゃないですか、これからもいっぱい使ってくださいよ。まあ、リエのじゃないけど。私のじゃないですけどね。ノリじいさん、たくさん雪の化粧ありがとう。そろそろお疲れ。嘘、本当にそういう風に見えますか？言ってそんなにたくさん配信してるわけじゃないよ。ちなみにもまめで元旦公演って書いてたけど、元日公演ですか？え、元旦と元日って何が違うんですか？じゃ調べますね、ごめんなさいね。元日は1月1日の1日を、元旦は1月1日の1日の午前中。あ、へえ、そんな違いがあるんですね。トレマ1日なんですね。ね、リエも一緒だと思ってた。なんかすいません、違ってたっぽい。お疲れエチ、お疲れエチはちょっとね。お疲れエチはもうがっつりリエチじゃないですか。ね、1月8ね、そう、昼夜だし、2回とも自分たちが出るのびっくり。なんか1部 A 2部 B みたいな感じなんかなって思ってたけど、違うみたいね。よくある間違いなんでオッチです、ありがとうございます。一緒だと思ってました、どっちも1月1日のことやんって思ってましたよ。 DH は、あ、 DH はとか言っちゃった。わー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 。でも本当に一時期めっちゃさ、
ショールームやってた時期があったよね、朝とか。元日よりもなんか元旦の方が言い慣れてる感ある。1月25日僕対公演が森末班、森末班って言うんですか、もう一つのチームは。そうなんだ、森末班っていうのはおもろいな、やっぱヒーターなんかそういう面白い。ピンゴの神さん、庭戸というかスマホとタブレットの二刀流始めました、冷やし中華始めましたみたいですね。じゃあそろそろ今日は終わりにしようかな。明日はお礼配信の続きをします。森末軍団、森末軍団はちょっとダメです、そんなこと言ってはいけません。え、今来たところだって、嘘つけ。ね、どうなんだろうね、まだ分からんよね、 A と B がいつやるのかはね、わかんないけど。そうね、明日も来ますって。あ、待ってます。ピーチの配信面白いって名前にしてくれるんか。楽しい時間早めね。今日は最初から最後まで可愛かったです、ありがとうって。嘘、なんかそんなに褒めてもらえるの久しぶりで、ちょっと照れちゃいますね。じゃあ今日は配信をこれで終わりにしますね。それでは13位ジェイ中村さん、ありがとうございます。12位大ちゃんさん、ありがとう。11位リザ48さん、ありがとうございます。10位野原慎之介之介さん、ありがとう。9位浦部さん、ありがとう。8位とどみちさん、ありがとう。7位のんたんさん、ありがとう。6位バリーさん、ありがとう。5位ルパンさん、ありがとう。4位おいでます元気さん、ありがとう。で3位くまねパパさん、ありがとう。そして2位まさぴょんさん、ありがとう。そして1位はマッツさんでした、ありがとうございました。こちらこそありがとう、お疲れ様。お話し会もありがとうございました。今日は、今日もお話し会楽しかったよ。また次にお話し会で会うときはもう明けましておめでとうだからね。とりあえず今年のお話し会はこれにて終わってしまったので、あ、本当だ、宣伝タイムするの忘れちゃった最後に。お話し会再販中なので皆さん会いに来てくださいね、リーチに会いに来てください。クリスマスライブも待ってますね。あ、月曜日まで、ありがとう大ちゃんさん。じゃあお話し会リーチに会いに来てね。クリスマスライブも待ってるよ。あとは1月1日の僕の太陽公演と1月8日の僕の太陽公演、8日は1部も2部もあるので、ぜひたくさんのことに会いに来てください。
たくさんの方に会いに来てくれたら嬉しいです。それではありがとうございました。じゃあねー、バイちゃー。